目隠し鬼ごっこです。そうです、ですね、全員で目隠しをして、まあそのまま鬼ごっこをするということなんですけれども、まず手の位置は横で、ここから動かさないと、はいはい、これで鬼の人はタッチをしてください。はい、はい、3分間だった時に鬼だった人がまあ負けでございます。わかりました。基本あれですね、タッチしたのも審判の判定がものを言うんですね。そうです、認定してくれないと鬼にはならないってことですね。そういうことです。はい、はい、それではいきます。制限時間は3分、よーいスタート。はい、今林さん鬼です。はい、寺島さん鬼です。はい、草明さん。今林さん鬼です。はい、草明さん。寺島さん。すげえ、みんな動けるもんだ。今林さんです。1分経過。なんか林さんに戻りは何どう中にどれが分かんねえよ。今じゃあ林さん、草明さん。見えない見えない。はい、今草明さんです。音だけがなんとなくの方向で来るんだよね。